心臓ペースメーカー、心臓ペースメーカー、心臓ペースメーカーは、心筋に電気刺激を与えることで必要な心収縮を発生させる医療機器である。電気パルスの生成装置である本体と、生成した電気パルスを心筋に伝達するための導線から構成される。前者は、ペーサー、または、パルスジェネレーターとも故障し、後者はリード、または、 電極と故障される。心臓ペースメーカーは競技には本体のみを指し、抗議には本体とリードを含むシステム全体を指す。不整脈の中には、ホラ不全症候群や、防湿ブロック、心房細動などに代表される除脈を起こす疾患群がある。これらの不整脈の一部には、放置すると心不全を合併したり、知識的な心停止に発展する。 可能性のある病態が存在する。心臓ペースメーカーは、このような場合に、適切な機能を喪失した、本来の心臓の刺激伝導系に代わって、心筋を刺激し、必要な心収縮を発生させる治療に使用される、医療機器である。また現在では、除脈治療以外に、一部の心房性頻脈性、不整脈を治療する機能のあるもの、 慢性心不全の治療を目的としたものが存在す。心臓ペースメーカーは、不整脈疾患、心不全治療のために、高級的な使用を前提とした体内植え込み式のものと、治療可能な別の要因による除脈の一時的な治療、心臓手術後などの除脈の予防、スメーカーの植え込み手術までの短期的な除脈治療などを目的とした、体外式のものがある。 前者は植え込み型ペースメーカー、パーマネントペースメーカーなどと呼ばれ、手術により、本体とリードは、完全に、患者体内に埋没される。後者は、テンポラリーペースメーカー、一時ペースメーカー等と、故障され、リードの一端は神経に接触し、もう一端を体外に設置する本体に接続する、携帯を取る。除脈の原因が解除、または植え込み型ペースメーカーの植え込みが完了すれば、 リードは抜去される。植え込み型ペースメーカーは体内に留置される形態であることから、電池が消耗した場合には、手術による交換が必要となる。電池はペースメーカー本体の中に封入されていることから、電池交換は本体そのものの交換を意味する。現在使用されている多くの植え込み型心臓ペースメーカーは、リチウム電池が使用されており、電池寿命が 約6から8年となるものが多いが、電池寿命は、ペースメーカーの動作様式、出力の大きさ、患者のペースメーカー依存度によって大きく変わる。またペースメーカーは、患者の心臓の状態、疾患に応じ、電気刺激の様式を調整するのが一般的である。現在の植え込み型ペースメーカーは専用の装置、プログラマーにより無線通信で体内の、 ペースメーカーとのコンタクトを行うことができるため、侵襲的な方法を用いることなくペースメーカーの調整、検査等ができる。最初のペースメーカーは、1932年、アメリカの生理学者であるにより開発された。ハイマンの作ったものは手回しによって発電し、その電気ショックを心臓に送って、心筋を動かすものである。ハイマン自身は、この装置に、 アーティフィシャルペースメーカー、人工ペースメーカーと名付けた。このペースメーカーという言葉が後に広く使われることとなる。初期のペースメーカーは対外式のみであり、1950年にカナダ人の技術者、ジョン・ホップス、ジョン・ホップスによって設計、製作された。これは使用者にとって大きな苦痛を伴った。 1950年代後半の心臓ペースメーカーは大きくかさばり、商用電源を利用しなければならなかった。停電時は装置が停止する危険性があり、患者は生命の危険にさらされるというリスクがあった。また当時のペースメーカーは一定時間ごとに電気ショックを心筋に流すだけであり、血流や血圧の状況に応じて電流、電圧を制御することができなかった。 1958年にアメリカの工学者であるアール・バッケン、アール・バッケンによって電池を使用したポータブルタイプの体外式ペースメーカーが開発され患者は病院内を移動することが可能になった。また同年、スウェーデンのらによって体内植え込み式の心臓ペースメーカーが試作された。しかしこの植え込み式のペースメーカーも動作電源が問題となった。 当時植え込み型ペースメーカーの電源に用いられた水銀電池の電源寿命はこの用途ではおよそ2年であり2年ごとにペースメーカーの電池を取り替えるため大規模な手術を施さなければならず患者に大きな負担を強いることになった1960年代になると動作電源の問題を解決するため電源に プルトニウムの同位体であるプルトニウム238の原子力電池が用いられるペースメーカーも開発された。1970年代初頭になるとリチウム電池の性能が上がり、隠して続きの面倒な原子力電池の代わりに植え込み型ペースメーカーの主要な電源として使われるようになった。リチウム電池は原子力電池と比べると短命だが、それでも 水銀電池よりも長い期間安定した電力が取り出せ放射性でないために規制も少なく以来現在まで植え込み型ペースメーカーの主要な源として広く使われている。現代的なペースメーカーは通常複数の機能を合わせ持っている。最も基本的なものは元々の心臓自体の脈、自脈の電気的リズムを検知する機能である。通常拍動がある。 時間の間に、自脈を検知しなければ、ペースメーカーは寝室を短時間低電圧で刺激する。この検知、センシングと刺激、ペーシングの機能が心拍動ごとに繰り返される。より複雑な機能として、心房と寝室それぞれに対して、センシングとペーシングの機能を持つものがある。最も基本的な、オンデマンドのペーシングモードを浴び、もしくは運動に応じた。 心拍応答機能を備えたベバーである。このモードは心房細動の時などのように心房との動機が必要ない時に適している。それに対応する心房のペーシングモードが合い、またはエアーで、これは防湿電動が正常だが自身のペースメーカーであるホラボー結節が機能不全である時、例えばホラ不全症候群、シックサイナスシンドローム、 SSS の時などに使用される。問題になるのは、防湿ブロック、ABB の場合で、ペースメーカーは、心房のデニーをセンスした後、通常の防湿興奮電動時間、0.1から0.2秒、経過したタイミングで寝室をペーシングしなければならない。ただし、すでに寝室が発動している場合は、ペーシングしない。この場合に使用するのが、VDD モードであり、ホラ機能さえ正常であれば、 心房のセンシング用の電極と寝室のセンシングペーシング用の電極からなる一本のリードで DDD に近い生理的ペーシング可能である。DDDR モードは最も広く使われており、すべての機能をカバーすることができるが、心房、寝室それぞれのリードが必要であり、また機能を有効に使用するためには注意深く設定をう必要がある。時に、 ペースメーカーの機能に類似した植え込み型除細動器、ICD と呼ばれる機器が植え込まれることがあり致死性不正脈に近する突然死のリスクを抱えた患者に対する治療として使用される ICD はペーシング、除細動、同期性通電といった主児の不正脈を治療する機能を持っている ICD には寝室細動 VF と寝室頻拍 v t 識別可能なものもあり、VT の場合は、自脈より高いレートでペーシングを行い、VT を止めて、VF への移行を防ぐことができる。この機能は、オーバードライブペーシング、オーバードライブペーシングと呼ばれ、リズムが、VT の場合にのみ有効である、VF には無効。一般生活で使用される機器の電気化、電子化、ワイヤレス化に伴い、これらの機器からの電磁波が、 人体や植え込み型心臓ペースメーカーシステムに到達する機会は増えてきている。ただしペースメーカーへの電磁波到達が必ずしもペースメーカーへの影響を意味するものではなく、またペースメーカーへの影響が必ずしも健康被害を意味するものではないことにも留意すべきある。一般生活で使用、または接近する可能性のある機器のうち厚生労働省、総務省、 不静脈デバイス工業会より、植え込み型心臓ペースメーカーへの電磁波の影響について注意喚起されている機器の例とて、以下のようなものがある、など。また現在普及が進んでいる、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電に用いられる、急速充電器から発せられる、電磁波が影響を与えることも懸念されている。 2010年の総務省の調査では、携帯電話や PHS の発する電波は、ペースメーカーの動作には大きな影響が見られないことが示された。ただし、旧型の携帯電話端末や心臓ペースメーカーが使用されている可能性を踏まえ、携帯電話端末の使用及び傾向にあたっては、携帯電話型端末を 植え込み型心臓ペースメーカー装着部位か 22cm 以上離すこととした平成9年度の指針は現在でも妥当であるとしている。2013年1月、総務省は距離指針を改正し 15cm に緩和し満員電車などでは電源を切るよう配慮することが望ましいという一文を削除した。2G の携帯電話では影響が考えられたが、 3G や LTE ではほとんど影響がないとされ、2014年7月、関西地区の私鉄と JR では、携帯電話電源オフ規制は、混雑時、優先席付近だけとした。2015年10月、東日本旅客鉄道をはじめとする東日本地方の鉄道会社各社も、車内での通話は控え、混雑時のみ電源を切る、方針に改めた。 東京女子医大循環器内科の正田森林翔、リリ教授は、規制が正しい理解を妨げるとしている。過去には、以下のような事例がある。従来ペースメーカー植え込み患者に対しては、MRI 検査は避けるべき、あるいは原則禁止とされていたが、一定の条件を満たした場合に、MRI 検査が可能となる条件付き MRI、対応、マカンディシャネルに分類される。 植え込み型心臓ペースメーカーが2008年に CE マークを取得し臨床使用されている。日本では2012年に条件付き MRI 対応に分類される植え込み型心臓ペースメーカーが薬事化を受け2012年10月より使用が開始されている。日本においては従来の心臓ペースメーカー及びリードも含め体内に MRI 対応していない植え機器がある場合には MRI 検査は原則近期とっている。また、ハードウェアとしての構成が条件付き MRI 対応であっても、MRI 検査時期において、患者、ペースメーカー MRI 検査様式等のパラメータが規定条件をクリアしていなければ、従来のペースメーカーと同様に MRI 検査は原則近忌となる。2013年5月時点において、条件付き MRI 対応ペースメーカーは、 複数のメーカーのものが日本で薬事承認、使用されているが、MRI 撮像部位や撮像時間等が限定されるものやされないものがあり、MRI への適応度合いは一律ではない。<S x s e n s c t 検査により、植え込み型心臓ペースメーカーでオーバーセンシングが起きる可能性が指摘され、2005年に厚生労働省より、 すべてのペースメーカーに対する製品添付文書の改定指示が出されている。指示によれば CT 検査での X センタバがペースメーカー本体部分を操作するのに要する時間に注目しており5秒以内であれば特別な対応を必要としていない。この事象は CT 装置からの X センタバがペースメーカーにとって強弱のあるパルス状のエネルギーとして到達することで オキュール現象であり、原理上は現在流通している植え込み型ペースメーカーであれ、普遍的にオキュールが現在使用されている多くの CT 装置の性能では、CT が本体上を操作するのに5秒以上かかるケースはごく稀である。非検査者の放射線被曝量を低減するために、近年の X 線診断装置では、 断続的なパルス上に X 線を照射する方式が選択できる。2009年にこのパルス上 X 線照射により植え込み型心臓ペースメーカーオーバーセンシングが起きたケースが確認され、同年に厚生労働省よりすべてのペースメーカーに対する製品添付文書の改定指示が出されている。指示ではパルス上 X 線照射がペースメーカー本体部にかからないように注意を 歓喜している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。